はい、どうも、こんにちは。今日は僕はとても伝えたいことがあってきました。まあね、私、キムキンね、まあヒカキンさんみたいにはなるなって言いたい、みんなに。なんでね、キンさんみたいになっちゃいけないのかってか、まずなれない。なれない。もうヒカキンみたいにはなれないことをみんな意識しなきゃいけないね。やっぱりね、もう、ヒカキンにはなれないし、YouTuber になること自体が、俺は間違いだってことに気づいた。YouTuber になるってことはね、やっぱり、例えば会社に勤めてたら、その会社に勤めてるっていうね、厳しい現実から逃げたいから、みんな YouTube の方に逃げてくるわけじゃん。正直ね、YouTube の動画投稿で学ぶことは何一つない。やっぱりね、リアルのビジネス、仕事で学ぶことの方が、やっぱりね、YouTube で動画投稿することよりは、すごい多いと思う。僕はそう思います。YouTube で動画投稿してる時間を、やっぱりね、飲食店で働いたり、ね、パチ屋で働いたり、もうね、証券会社で働いたり、そういうね、でかい会社で働いた方がね、やっぱりね、人生経験としては増えていくと思う。バイリンガールもヒカキンもそうなんだけど、ヒカキンさんっていうのはね、まあ、稼いでるからいいかもしれないんだけど、YouTube がなくなったら飯は食ってないけないわけじゃん。バイリンガールもそう。もうバイリンガールさんもヒカキンもそうなんだけど、好きなことで食っていくっていうのは嘘で、本当はね、好きなことから逃げてきた結果、YouTube で飯を食ってるだけなんだよ。簡単に言うと。要はね、もう好きなことで食っていくっていうのは建前で、本当は、逃げてきた結果の末路だから、そんな。そう。人生を逃げ出しまくって、YouTube に来ただけだから、みんな。柴田さんも。ね、リアルで仕事してるのが嫌だから、みんな YouTube でお金稼ぎてえなと思って来てるだけだから。結局逃げなんだよね、YouTube で稼ぐってことは別に YouTube じゃなくてもお金は稼げるからね。リアルで働いたりして、リアルで働いてお金稼いで自分でリアルで独立してお金稼ぐことだってあるし、なんでもかんでもね、YouTube って言って、YouTube で金稼ぐのが夢だっていうのはおかしいと思う。だって、楽なことで稼ぎたいだけでしょ？ YouTube でお金稼ぎたいやつなんて。みんなそうだよ。ほんと楽だもん。動画撮ってるだけでお金が入ってくるなんて。やっぱね、楽なことで食っていくとしか思えない俺は、やっぱり。それはすごい話したかった。ほんと好きなことではね、食っていけないよね、ほんとに。YouTube で動画投稿してることが好きなことのやつは誰一人いないと思う。ただ動画撮ってるだけだから。何のスキルも身につかないことをやって、何が好きなことで食っていくだって思うよね。ただ YouTube で飯食ってるやつは、もう、厳しい現実から逃げてきた、もう負け犬だから。そういう話だよ。負け犬が YouTube に集まって動画投稿してるだけだから、本当に。もうそれをね、みんな早く学んでほしいね、俺は。俺はね。俺早く学んでほしいね、みんなにも。もう YouTube なんていうもんに幻想を抱くな。もうもっとリアルを頑張ると思いた、いた。俺もね、もう YouTube やね、もうほとんどね、もう絶望してきているから。もういいんだよ、こんなサイトは。もうこんな動画投稿サイトなんてどうでもいいんだよ、俺から言わせてみるわ、もうね。元からそんなにもう期待なんかしてないし、もう俺からしたら別にそんな素晴らしいものじゃないと思ってるから、もういいんだよ、これは。こんなもんに頼らなくたって。もういいの。俺はもう逃げない。何からも逃げない。もうね、仕事が嫌だと思うことがあるかもしれない。毎日、決まった時間に行って、決まった時間に働いて。でもね、もう決まった時間に働くっていうことはね、やって得られるものもあると思うんだよ。だよね、YouTube で動画投稿してたら飲食店で働くこともできないし、飲食店のノウハウも手に入れることはできない。YouTube の動画投稿しかしたことはないやつは。だとしたらだよ、リアルで働くことが、いかに大事なのかっていうのをちょっと俺は思ってしまうんだよね。やっぱリアルで働くことの大切さっていうのはあると思う。だからね、YouTube の子供たちも、そうね、厳しい現実から逃げちゃダメだと思う。本当に、ね。ああ、社畜になりたくないなと思うかもしれない。でもね、社畜になって得られるものが多いんだよ。やっぱリアルで働くことで得られるスキルやノウハウ、もうあるからね、そういうとこをしっかり忘れないで立ち向かってほしいと思う。俺はそんな偉そうなこと言える立場じゃないけど、これからどんどんね、人生頑張っていこうと思う。みんなね、ヒカキンに惑わされずに頑張ってほしい。嫌なことを頑張る。それが人生。頑張ってください、本当に。応援します。